染谷。さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好熱くありません？清美ママは無事だろうな。彼女どこにあった？まさか四代目ともあろうお方が女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。Spill the beans, son. 噂通りの人で嬉しいですよ。彼女はどこだと聞いている。答えた方が身のためだ。なるほど、やる気ってわけですか。ですが、Time to make this ass whooping as brutal as possible. ありませんよ。何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。早合点しないでください。俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか、逃げるか勝ちって。てめえ。アオ。クソ、逃がすか。A bunch of fat guys. Cool. Hey guys. Glad you guys can make it to the party.兄貴は染谷を追ってください。
染屋。観念しやがれ。まったく、せっかく風呂入ったのに汗だくじゃないですか。こりゃまた入り直さねえと。ずいぶん綺麗な体をしているんだな。今時炭なんか入れてちゃ、oh, come on, 仕事になりませんよ。Thronezilla, what's up, dude? ヤクザが仇を脅してあぶぐぜにせしめてた時代とは違って、今は真っ当なしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。俺は上からそう教わりました。炭は脅しのために入れるもんじゃねえ。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。いや、背中に憧れるってやつですか。 They kinda do, but okay. 夢だな。夢だと。現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょ。今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ。 That's a fact. 誰もが憧れるような生き様背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さもなければ跳ねっ返りの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまう。 That's legit Yakuza. だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよ。まあいいや。女ならこの中に監禁してます。今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。安い挑発には乗らねえ。彼女の居場所が分かれば十分だ。さっさと片付けて。Let's go. ここを通らせてもらうぜ。そう簡単に行けばいいですけどね。伝説とまで言われた四代目が相手だ。こっちも失礼のないよう、少しだけ本気出させてもらいますよ。Yeah!
Oh yeah.兄貴、大事ないですかい？あれ？桐生さんじゃないな。それに広瀬一家のバカタレも。コシュミス。来ると思うとりました。こちらへ。桐生さん。キヨちゃん、無事じゃったか？ええ。二人ともどうしてここに？それは。コシュミスさん、これは一体どういうことですか？岩見社長。岩見、俺たちは清美ママを助けに来ただけだ。ここに監禁されてるって話だったが。監禁？なんならそれ、わしらは怖がわして客人の奥さんをもてなしとっただけじゃ。 なんじゃそりゃ。いやー、夕食前のいいエクササイズになりましたよ、4代目。清美はね、俺の前のかみさんなんです。なママがお前の本当なのか？うん、嘘じゃ、嘘に決まっとる。そんな小川の町に染谷さんの奥さんがおったとは驚きじゃったが、これも何かの縁じゃと思っての。 Damn, son. お招きしたいわけじゃ。何か行き違いがあったことは分かりました。ですが、このけじめはつけていただく必要がある。そうですね、小清水さん。ええ、もちろんですが、広瀬一家は今日限り陽明連合会を破門。総長の広瀬にはきっちり縁故詰めさせますけ。待って、つかさい。広瀬のおやさんは何も。やかましい。染谷さんはの、東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ。踊れなんぞの縁故で済む話か。まあまあ、小清水君、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。会長ですが、この私が水に流せと言ってるんだがね。聞こえなかったか？いえ、わかりました。染谷さんも構いませんか？もちろんです。もともと私が招いた誤解ですから。あんたは闇造船会長、闇平蔵と申します。四代目岩見会長は岩見造船をはじめとする岩見グループの長老ですが、もう一つ別のお名前がありましてね。うん、クルス・タケル。クルス。陽明連合会会長です。クルス・タケルはいわゆる都政名なんです。わお、オッケーオッケー。岩見造船の会長が陽明連合会の。岩見グループの関連各社は今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになります。 Okay, fair enough. That's a front.こちらは息子の常夫で、闇造船の社長です。うん、以後お見知りおきを。俺の名前は桐
桐生一馬、東条会の四代目でしょう。当然存じております。どうも水が入ってしまいましたな。ここは一つ場所を変えませんか。わかった。Ooh! The whole atmosphere just changed. And I like it. いい眺めでしょう。私はこの海から見た尾道の眺めが一番好きだ。それに大事な話をするのに海の上ほどうってつけの場所はありません。周りに聞き耳を立てる者は誰もいない。大事な話？実は桐生さん、あなたに折り入ってお願いがあります。どうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の後見人になっていただきたい。どういうことだ？ご存知かどうか、余命連合会はこれまで東条会とも近江連合とも杯を交わさず、極道組織として忠実に貫いてきました。それはなぜか。広島が動けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです。我々が日本最大の組織近江連合と組めば東条会に勝ち目はなく、逆に我々が東条会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在となる。だからもし今我々と東条会が杯を進めていると近江連合が知れば、彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます。一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になる。クルス会長、あんたらはそれが分かっていて、なんでそんな危ねえ杯を進めようとする？わしらがそこまで話すからには、まず杯の後見人を受けると確約していただきましょうか、桐生さん。あなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道だ。そのあなたが後見人であれば、我々の杯が明るみに出ても近江連合はしぶしぶとはいえ飲むでしょう。堂島の竜の名はそれほどまでに力を持っていると私はそう思っています。なるほど、事情は分かった。それでお返事は？断る。理由を尋ねても？今の東条会は六代目の堂島大吾が逮捕されて不在、その急場しのぎに代行の菅井が切り盛りしている状態だ。そんな時にこの俺が下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは東条会六代目への裏切り行為でしかない。なるほど、筋は通ってますな。ただそうなりますと我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか、四代目？どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ。